っかりとグループ紹介できましたね。リックスの弟分グループとしてデビュー前から多くの関心を集めていたベリベリー。でもコンセプトが随分違いますね。선배님들과는아무래도많이상반된느낌이있는것같아요저희도빅스선배님들의무대를보면멋있고카리스마넘치고퍼포먼스도되게아름답게해나가시는그모습을보면서되게존경스럽고멋있지만또저희베리베리는베리베리만의색깔을통해서다가갈수있지않을까빅스선배님들같은것도나중에해보고싶어요사실맞아요 네지금은아직저희가소년이기때문에선배님들이조언안해줬어요선배님들께서리얼리티촬영도함께하고했기때문에조언을많이해주셨어요기억에남는거는벤선배님께서트위터채널에이제저희의데뷔를축하해주시는트위터글을올리셔서네그거를제가보고진짜너무감동을받았어요저희정말정말감사합니다기분이좋았거든요네그거이외에도저희선배님콘서트갔을때콘서트를갔을때도좋은말씀선배님들이많이해주시고네그러셨어요앞으로자주자주만나고함께작업할수있는